目が覚めた、寝ぼすけさん。いい夢を見たようね。どう？夢の中に私は出てきたかしら？ようこそ、現実のホテルレバリー。あなたが最もよく知る、最も安全な場所へ。あなたの精神状態が正常でよかった。あの原子の無境の影響を受けなかったなんて、運がいいわね。あなたの頭の中が疑問符でいっぱいなのはわかっているけど、焦らないで。まずは、あなたを心配している仲間たちに無事を報告しましょう。連れて帰ってきたわ。大丈夫？現実にも夢にもあんたがいなくて、うちめっちゃ心配したんだから。無事でよかったわ。紹介するわね。彼女はブラックスワン、ガーデンオブリコレクションのメモキーパーよ。姫子が言うには、無境の調査中に偶然会ったらしいの。今のところは違うわね。でも、あなたのおかげで、この機会にお互いの理解を深められるかもしれないわ。それで、どうしてあんたはあんなところに落ちたの？何があったか教えてくれる？つまり、君を襲ったのは赤い服を着た、幻術が得意で他人の姿に化けられる女性ということだ。彼女の名前は花火。ピノコニーに紛れ込んだ仮面の愚者よ。でも安心して、あの子はしばらく皆さんには手を出してこないから。きっと今頃は自分が成功したと、どこかで意気揚々としていると思うわ。君は彼女のことをよく知っているようだな。もちろん、私はここにいる全ての人間を知っているもの。ピノコニーでは誰もが嘘をつくかもしれないけれど、記憶は嘘をつかない。だからこそ、私は皆さんに一つの事実を明らかにするわ。花火さんのトリックは、人を幻覚に陥れることができるけれど、あの奇妙な夢は彼女とは関係ない。ピノコニーそのものに由来しているの。ピノコニーそのもの？あ、まだ気づかない？いわゆる無双の地というのは、ファミリーが何らかの手段で大切に守ってきた成果であり、美しく造成された夢なのよ。そして彼女の落ちた記憶域、それこそが無境の本来の姿。混乱、危険、謎、変幻自在の迷宮に住む記憶の獣。彼女の言う通りかもしれないわ。みんな、夢に入った時に見た景色は覚えてる？あれ？みんな同じものを見てたの？うちも覚えてる。あとは客室、そこ
中のピノコニーは全然似てないけど、ブラックスワンの言った無境とはよく似ていると思わない？確かに最初は気にしていなかったが、よくよく考えてみると両者の共通点は多いようだ。それに常連客から聞いた話だと、夢に入って最初の駅はもともと無境ホテルだったけど、ちょっとした事故があってホテルは現在修繕中らしいの。建物はどんな時に修繕が必要になるかしら。彼女が経験したことと結びつけて考えれば答えははっきりしているわ。ピノコニーの美しい夢は沈没している。元の姿に戻って深海に沈んでいるの。沈没？それって無境世界は崩れかけてるってこと？無境ホテルで起きていることはその予兆よ。なるほど。これでファミリーの言葉の違和感にも説明がつく。もしこのニュースが外部に知れたら、宿泊客の実際の安全性がどうであれ、宴の星の評判は必然的に影響を受けることになる。調和セレモニーが近づいている今、彼らはそれを隠すしかなかったんだ。宿泊客の安全、それすら保証できないかもしれない。彼女の遭遇したモンスターが最高の証明じゃないかしら。もう一つ教えましょうか。あの記憶行きミームについて、死と暗殺を暗示するミームがなぜファミリーが絶対安全と宣言する夢に現れるのか。ピノコニーでは誰もが嘘をつく可能性がある。それにはファミリーも含まれているかもしれない。ブラックスワン、現状は十分理解したわ。あんたの最初の提案に戻るけど、ガーデン・オブ・リコレクションはどんな理由で請求者と協力しようと思ったの？ああ、少し訂正させてほしいのだけど、これは私個人のお願いで、ガーデンを代表するものではないの。答えは簡単よ、姫子さん。私はただ交換をしたいだけ。記憶に関する交換をね。職務の他に、私にも個人的に追求したい美学があるの。私はメモキーパーであると同時にコレクターでもある。私もキラキラと輝く貴重な記憶を目にしたい。こう言えば理解してもらえるかしら。そしてあなたたちは請求列車の七死人、開拓の道を実践する者。私はあなたたちの潜在能力と、あなたたちがこの舞台で放つ唯一無二の輝きを信じているの。これが私が皆さんと友達になりたい理由よ。悪夢と美しい夢が交わる地、それこそが記憶のゆりかごにふさわしい。分かったわ。でもあんたに返答する前に、こちらでいくつか話し合いたいことがあるの。構わないわ、好きにしてちょうだい。姫子、どう思う？彼女の話は信用できない。意図的に誘導しようとする要素は少なくなかったわ。でも私は最悪の可能性を心配してるの。もし本当に無境の異変が存在していて、それが自然発生したものではなく誰かが裏で糸を引いていたのだとしたら。だとしたらそれは高確率で時計屋の招待状と関係があるだろうな。え？なんでそうなるの？極端な状況は置いておくとして、無境の異変を推し進めようとする意図、
ファミリーと対立する立場となると、考えられる可能性は2つしかない。誰かが外部の勢力を引き入れ、ファミリーに揺さぶりをかけ、ピノコニーを掌握しようとしているか、あるいはファミリーが自分たちを守るため密かに外界に助けを求めざるを得なかったかだ。だが招待状の暗号文、そしてファミリーの反応を見るに、前者である可能性が高い。つまり七死人の暗号文を発信した人物と無教の異変の黒幕は同じ陣営、もしくは同一人物かもしれないってことね。でもそれって何の説明にもなってなくない？やり方だけなら武者やリドラーにだって真似できるし、カンパニーだって解読に成功したんでしょ。美月ちゃん落ち着いて、これはただの可能性よ。でもこの暗号文がただのいたずらじゃなくて、誰かが意図的に開拓者を招待したのであれば、私たちも放っておくことはできないわ。次は俺が発見したことについて話そう。残念ながら悪いニュースだ。確かな筋からの情報によると、ピノコニーで銀色の鎧を着た背の高い男性を目撃した者がいるらしい。俺はハウンド家に話を聞いたり、その侵入者に会ったという来賓たちを訪ねたりしたんだが、その結果これを手に入れた。ほら、送ったから開けてみてくれ。聞こえる？久しぶり、戦況列車。ピノコニーも楽しかった？これってあのハッカー娘？真面目な話をするけど、あなたたちがピノコニーの異変を調べてることは知ってる。むしろワクワクしながら見させてもらってる。調査が進めば進むほど、美しい夢の真実を知るチャンスが増えるから。ファミリーは何かを隠してる。そうでしょ？こっちも掴んでる情報があるから、優しい私があなたたちに共有してあげる。ただ残念ながら、素敵な休暇はこれで終わり。このコードはあなたたちのドリームコード。あの夢を見るための装置に入力して、隠しマップに行ってみて。位置の座標は全部パッケージ化してあるから、一括でコピペするだけで大丈夫。それとサムのことは聞いてるよね。楽しみにしてて。あいつは単純な性格で、正々堂々とした勝負が好きだから、きっとあなたたちと気が合うと思う。情勢は明らかになった。宴の星は見かけほど単純ではないようだ。時計屋の遺産をめぐり、ファミリーを含む多くの勢力がそれぞれの目的を持ち、互いにバランスを保っている。その遺産が何なのかはまだわからないが、この争奪戦は遅かれ早かれ罪のない人々にも波及するだろう。妖覚士サム、グラモスの鉄器の残党で遺伝子改造戦士、常人とは異なる認識を持ち、行動は果断で妥協の余地はなく、カフカやジンにも劣らない危険分子だと言われている。これは脅迫状だ。銀狼が言っていた隠しマップとは封鎖中の無教ホテルに違いない。今後のことを考えると、実際に一度現場に行ってみる必要があるな。態度は友好的だったが、彼らが必ずしも俺たちを信用しているとは限らない。まずは情報を集めよう。ファミリーに聞かれたら、列車組が性格ハンターを追っていることを正直に話そう。きっと理解を得られるはずだ。そして相手の反応次第で次の行動を考えればいい。これで意見はまとまったわね。それじゃ
戻ってブラックスワンに知らせましょう。ブラックスワン、列車組はあんたに協力するわ。私たちも記憶域にふさわしいガイドが必要だから。任せて、皆さんを失望させたりしないわ。あんたたちは自分の部屋に戻ってちょうだい。夢に入る準備をして、うまくいったら無境ホテルのロビーで落ち合いましょう。俺は現実に残って君たちの安全を確保する。必要ならファミリーとの交渉も行おう。それで問題ないか、ブラックスワン。この手で仲間を救ってみせても信用してもらうのは難しいのね。もちろん問題ないわ。ただ私の心は少し傷ついたけれど。そっちは頼んだわ、ベルト。私たちは無境の真実を見る準備をしましょう。しばらく忙しくなりそうだけど、ホタルは現実に戻れたのかな。気になるけど、私には連絡手段がない。ブラックスワンに聞いてみよう。親愛なるお客様、見慣れた部屋に戻ってきた。こっちよ。どうしたの？気分でも悪い？あなたが奥室に敏感で、他の人より無境の影響を受けやすいことは知ってるわ。これも私が特別にあなたに付き添う必要がある理由よ。その苦しみは私が楽にしてあげる。安心して、あなたの仲間も無事だから。夢に入る前に二人に小さな首飾りを持たせたの。これで私は記憶域の中で彼女たちの存在を感じることができる。彼女たちはすでにそれぞれの部屋で目を覚ましたわ。これで気兼ねなく私と一緒に来てくれるわよね。時間は待ってくれないから、早くロビーに向かいましょう。ナノの部屋は端の方だったよね。まずはナノと合流しよう。記憶域に足を踏み入れたし、同じようにナビゲーターさんの言うロビーを見つけるにはもう少し。この足取りもおぼつかない哀れな子たちが。彼女は。ここはまさかスタッフがいないのか。どうしてあなたたちが。ああ、彼女が私の言っていたメモキーパーだ。二人とも挨拶はそのくらいにして、今は力を合わせてこのおもてなし好きの子たちに帰ってもらいましょう。力を合わせてか。光栄だな。あなたたちの協力に感謝しよう。どうしてここに。それはこちらが聞きたいのだけど。今ピノコニーでは秘密の話題が、時計屋や遺産、
悪夢といった根拠のない噂話が飛び交っている。その出どころに興味を持って噂通りの方法を実際に試してみたら、本当にここにたどり着いてしまったんだ。あなた何か隠しているんじゃないでしょうね。隠す？メモキーパーの前でそんなことできるわけがないだろう。教えてほしいのは。冗談よ、彼女にはできないわ。とにかく二人ともいいところに来てくれた。この無境は危機に瀕している。目的が一致しているなら私と一緒に行かないか。私ならあなたたちを守ることができる。そして記憶域では私もメモキーパーの助けが必要だ。それにもしファミリーに出会ったら一人でも多い方が釈明しやすい。それはあなたはどう思う？すまない、よく聞こえなかったんだが、もう一度言ってもらえるか？ありがとう、心から感謝する。またあなたに同行できて光栄だ、ブラックスワン。ええ、それが本心だといいのだけど。上下が逆さまに。記憶域の形は刻々と変化しているの。なんとかして天井まで行かなければならないわね。今いるのがその天井だが。ヨミさんの言う通りね。とにかく上にある地面まで登らないと。もちろん柱を登っていくわけじゃないわ。あなたたちに記憶域で行動するための小技を教えてあげる。どう？奥室があなたの周りを流れているのを感じる？次は適当な場所を探して壁を歩いてみましょう。このままじゃキリがないわ。やっぱり私にやらせて。
この記憶域は歪みすぎているわね。少し優雅じゃない手段を取る必要がありそう。二人とも少し時間をちょうだい。ああ、あった。この無境の中心が見えたわ。ファミリーの人間がいる。他にも何人かが手探りで進んでいるみたい。あなたの仲間もうまくいっていないようね。記憶域を突破するしかない。記憶域から彼女の思考をいくつか拾い上げたの。これはあなたたちが彼女に対するイメージを組み立てるのを助けてくれる。この思考を頭の中でしっかり掴んで整理して形にしてちょうだい。さっきよく知っている記憶をいくつか補足したやつ。ここを通り抜けて。地を見て、落ち着いて、深呼吸するんだ。いいな。私がやるわ。落ち着いて。あなたは大丈夫。
ここを離れなければならないの。まだ死はうろついている。姫子さんと美月さんの安否を確認して警戒を続けないと。彼女のことはあなたに任せるわね、ヨミさん。こんなことになってしまってすまない。あの少女に気を取られて見過ごしてしまった。私のためらいが彼女を死なせてしまったんだ。本当にすまなかった。すまない。私に選択の余地はなかった。あなたの怒りは理解できる。甘んじて受け入れよう。だがまだその時じゃない。私たちは真の敵がどこに隠れているのか、それに対抗するにはどうすればいいのか、しっかり考える必要がある。心の痛みに思考を振り回されてはいけない。自分を保たなければ正しい道は歩めないんだ。敵に情けをかける必要はない。それは己に対する残酷な行為だからだ。だが真の敵が誰なのかはしっかり見定めなければならない。以前こう諭されたことがある。あなたは刀を振るう意味と代償を知らなければならない。これは多額の血の負債を抱えた人間があなたに送れる唯一の忠告だ。二人とも、ただいま。姫子さんから伝言よ。悪いニュースと、いいニュースがあるわ。現実に戻ろうと思うの。あなたが無事でいてくれてよかった。出発しましょう。話の続きは安全な場所に着いてからね。ブラックスワン、転送ゲートを開くつもりはないのか。転送ゲートを使うのはおすすめできないわね。彼女の精神状態はまだ不安定だから、さっきのような乱暴な移動はできるだけ避けたいの。それに撤退するときに蛍さんのために何かできることがあるんじゃないかしら。この辺りには彼女の痕跡が残ってる。それが完全に消えてしまう前にあなたたちの記憶にしましょう。道すがら調査ができるならそれもいいな。それじゃ出発しましょう。まずは別の道を探さなければならないけれど。すまないが、あと数分だけもらえないか。まだやり残したことがあるんだ。死があなたの長い夢を終わらせますように。そしてあなたを目覚めの世界へと導きます。